絶対0度。
Oh,
田翔美です。よろしくお願いします。ダンス、そしてオールナマートでのボーカルワークで九州の女性の綺麗さ、可愛さ、力強さをお届けしているガールズグループです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介していきたいと思います。鶴奈ちゃん。はい、太陽のように明るく月のように明るく鈴川瑠奈、17歳です。よろしくお願いします。私の名前には歌という字が入っています。女子力の歌を守ります、長崎県出身のシエルです。皆さん最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、山口県出身では小さいけど夢は大きい最年少の高校1年生16歳の山本愛理です。よろしくお願いします。はい、みんなで夢を叶えたい。福岡県の19歳新海かなえです。よろしく。山口県出身のミックです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではここでお待ちかねの新曲です。はい、これはですね、説明を聞くよりもまず見ていただいたらすぐ分かるので、ぜひ皆さん期待してご覧いただけたらなと思います。それでは聴いてください。フルーツミュージック。好きなコンビニなの、あまりあまりこれ。
7曲目となる新曲フルーツミュージックになりました。皆さんどうでしたか？ありがとうございます。はい、この曲はね、ご覧の通り、そうメンバーの好きな果物が入っていて、そしてですね、自己紹介もね、そうですね、兼ねた曲になってるんですけど、はい、じゃあ一人ずつ言ってみようか。はい、フルーツね、じゃあ順番に言いますね、そのパートの順番で、うん、私はジューシーな果肉なの甘い甘いオレンジのようです。オレンジかなえです。次ですね、メロメロにしたいのよ丸い天才熟していくんです。私みんなを熟していくんです。よろしくお願いします。はい、じゃあ次ミクミク、ありがたいことに2つあるんですけど、まず1つ目はあ、赤色の虜なの酸味が必要よトマトなんですけど、まあ皆さんも樹脂翼の赤のね虜にしたいし、ミクも樹脂翼一途ということで、ミクも樹脂翼の魅力がね一途ということでですね、赤色の虜ということと、まあ可愛いだけじゃね、皆さんきっと物足りないなと、酸味もねもうちょっとかっこいい私も見てほしいなという意味で、可愛いのとかっこいいの両方できたいミクです。よろしくお願いします。リクちゃん、日本の一つ目がですね、一人じゃない二人なの、甘いだけじゃないチェリーのようということでですね、ミク一人じゃ、ミクはねすごい何もできないから、皆さんとミクと皆さんで二つ、一人じゃない二人なのっていう意味を込めさせてもらいました。これからまた皆さんのこと大好きでいますので、皆さんミクのこと大好きでいてほしいなと思います。ミクです、よろしくお願いします。私のソロなんですけど、みずみずしい産いやつ歌を歌おう桃色に、私は樹脂翼が初めてのこういうステージに、ね、立つ活動を始めたということで、まあ、みずみずしい今は産いのかどうなのかわからないそう、私の好きな、ね、歌を歌おうっていう歌詞が入ってたのがすごく嬉しいです。桃です。しゅうりです。最後は私鈴鹿アルナ、もうそのままですね、可愛くて人気なのみんな大好きなストロベリー鈴鹿アルナです。ハッチフレーズね、最初いやそこそんな堂々と歌うって言われて、あなた可愛くて人気なのって言われて、はいって自信出せ、そうそうなんですよ、すごい自信自信、はい、可愛くて人気なみんな大好きなストロベリー鈴鹿アルナです。よろしくお願いします。イチゴが好きって言えばよかったっていうのはそういう理由です。そうだね。はい、はい、ということでですね、九州樹脂翼の新曲フルーツミュージック、皆さんと一緒に音楽で楽しんでいけたらなと思います。ぜひフルーツミュージックよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次のですね、九州樹脂翼のデビュー曲です。それでは聴いてください。I'm gonna make it through the day. I'm gonna make it through the day.
ずつ感想を言っていきたいと思います。うたちゃん、はい、今日は改めましてお越しいただき本当にありがとうございます。今日の天気公演は新曲の披露ということで、また九州女子力の新たな九州女子力の歴史に新たな1ページが加わったんじゃないかなと思います。これからもこの歴史のページにどんどんたくさんの思い出を刻んでいけるよう頑張りますので、皆さんまだまだ応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、皆さん今日はお越しいただき本当にありがとうございました。私は特に今回気合い入れたとの新曲ももちろんなんですけど、やっぱりリベンジです。あ、そうだね、そう、上手くないのね。歌うことができて本当に良かったですし、皆さんに聴いていただけて本当に嬉しかったです。そして新曲はもう本当に5人の個性がギュッと詰まっている1曲です。この曲でこれからも皆さんと一緒にライブで盛り上がっていきたいので、ぜひよろしくお願いします。そして2019年もぜひ九州女子力よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。皆さんお越しいただき本当にありがとうございました。皆さん新曲どうでしたか？ありがとうございます。ですね、私たちはですね、東京でソールド定期公演、ソールドアウトを目指していて、これから早くこの目標を達成して次の目標に早く進めるようにこれからも頑張っていきます。2019年も加速は止まらず、九州女子力の勢いも止まらないので、ぜひ皆さんこれからも九州女子力の応援をよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。はい、皆さん今日はご来場いただきありがとうございます。第2シーズンが東京では今日がラストということで、2018年第2シーズン、第1シーズンに比べもたくさんの方と出会えた、そして会場に足を運んでくださる方が第1シーズンより多く目に見えたのがすごく嬉しかったです。第3シーズンはもうこの会場を満員にして、もっともっと楽しいライブを皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います。2019年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さん月曜日という平日に九州女子力にあと会いに来てくださり本当にありがとうございます。東京で新曲を初披露ということでですね、とても緊張した部分が大きくて、遠征に東京に来るのが月に1回のペースなので、その1回でも絶対見せたいっていうのがすごくあって、東京で新曲初披露ということで関東の皆さんに、九州女子力まだまだ家族止まってないね、もっともっと上に行けるねって言ってもらえるようなパフォーマンスをしたくて、今月東京に来させていただきました。九州女子力新曲、そしてこれから九州女子力2019年ももっともっとたくさんの方に出会い、たくさんの方と一緒に最高のライブを作っていきたいと改めて思うことができました。皆さん今日は本当にありがとうございました。はい、そしてですね、2019年来年もここ秋葉カルチャーズ劇場さんで定期公演をさせていただくことが決定。
それではですね、どうぞいただいたということで、ここで今日初披露したい自分のミュージックを披露したいと思うんですけど、このね、曲の中でパヤパヤっていう単語があると思うんですよね。で、私たちうーパヤパヤとか言ってるので、そこを皆さんと一緒に言って楽しいね曲にしていけたらなって思っています。皆さんぜひよろしくお願いします。パヤパヤはなんか楽しい、そう、楽しい効果音っていうか、パヤパヤって、そう、なんか楽しい効果音とパヤパヤみたいな、楽しい言葉を表現するなんか楽しいと、イエーとかフーとか言ってたらなんかね、そうその感覚でパヤパヤって、そう今大丈夫かな、キーパヤ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 、合格です。それが終わった後に感想になった時に、うーパヤパヤって言った部分を2つ、あのパヤパヤ、あの楽しいをあの言葉に出して、パヤパヤ楽しいパヤパヤみたいな、なんて言ったらいいんだろう。でも皆さん映ってますよね。あ、